それは高浜の、高浜彦神社の初代やったんか二代やったんか知らんけど、あちらにそのアマテラス系の勢力はね、米が。高終わり、今は高浜になってますけど、高終わりからそこの神主として20代ぐらい続いてる。だけどその20代ぐらいになった時に、藤原の平って言ったら、先祖は中田目の鎌足りっていうのがね、天智天皇がまだ葛城の王って言われた自分を蹴鞠しとる時にこう間違って横のにバーッと飛んでいたら、鎌足りっていうのはバーッと持って平井に行って、ほんで中の大江に宇宙の天智と中の大江、それから仲ような蘇我のいるか、あの人勝手に政治を行うさかい、あれを殺そうって言うて殺しが、今よく言われる645年って言うんだかな、大化の改新、あれを成し遂げたのがね、藤原不平の親で、不平っちゅうんか、不人っちゅうんか、あれ要求してはるわ。それで帰ってきたら亡くなってはる。その時にね、大阪の茨城というところでね、昭和やったんかな、大正やったんか、そこへ校舎を陣地作ろうって、それが中富のお墓であったのにね、あれやったのかもわからんねんけど、校舎を作ようって昭和14年か大正かもしらんねんけど、した時そのお腹から金糸銀糸のあれが出てきた、一番上にそれを切るわけだね、そのお墓が出てきたわけ。 それはもう最近の話。その遺伝はその不平っていうのがね、自分の先祖祭るのに言うて、大和は段山神社、五条の方か茨城から運んだと聞いてますね。あれはこっちで作ったもんやないね、向こうにあって、中留の鎌谷の墓は茨城の山手の方のところにあったらしい。蘇我馬子っていうのはね、歴史学者がね、韓国からすぐに渡ってきて飛鳥いたって言わはんねん。これ違うんです。大和王朝っていうか、自分にね、大和のサビっていう、どこがその屋敷やったっていうのは分からんねんけど、いい伝えでこのサビの人やった、桂木王朝の時の役員やったらしい。それがだんだんと大和平野も固まっていくし、こっちより向こうの方が便利やさかいね、桂木王朝って聞いてて、三輪王朝って、ね、それから扱いになってるみたい。30年ぐらい前かな、そういう考古学者がね、土地を掘って住んでるって言ったらね、こんな家や、屋根言うても草でこう守って、その時いろいろありました。南郷遺跡発掘するねとかね、みんなに見せるとか、これ指紋じゃん。